やばかった。やっぱ横浜線もこの。あ、本当？まもなく3番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。はい、どうもミスターです。今回は横浜市の鶴見区にあります鶴見駅に来ております。これから、鶴見線に乗車して海芝浦駅を目指したいと思います。はい、じゃあ早速入線してきたのは鶴見止まりの列車です。この列車が折り返し海芝浦線海芝浦駅となって、発車していきます。この列車 JR 東日本でも、数がかなり少なくなってきた205系電車ですね。もともとは、中央総武各駅停車線であったりとか、山手線または、埼京線などで、活躍した車両が、その後、鶴見線に来て、中間車を先頭車化改造など、行いながら改造されて使用されている車両になります。乗車したこの車両はもともと埼京線で使用されていた車両になります。おそらく埼京線に 6扉車を導入した際に余ってしまった車両だと思われます。その余った車両を先頭車化改造してくっつけたもの、先頭車にしたものだと思われます。ちょうど埼京線 E233系ですね、相鉄直通の車両が通過していきましたが、今乗車中の列車は元埼京線の車両になります。後ろより2両はユニットが組まれていまして、後ろ寄りの1号車2号車はもともと中央総武各駅停車線で活躍していた車両になります。主に中央総武の、各駅停車で活躍していたユニットと埼京線または山手線などで活躍していた車両、こちらが、先頭車化改造を、受けて、3両編成になって、活躍しているのがこの鶴見線になります。205系は、先日600番台宇都宮線の宇都宮伊北や日光線で活躍していた車両が、引退しましたので、ここの鶴見線または南部支線そして、東北の、仙石線ですね、仙台付近を走行する仙石線、ここの3箇所でしか、205系がなかなか見られない、 JR 線では見られないことになってしまいました。なので数としては本当に、少ないですね。JR 東日本としては見られなくなるということですね。そしてこの鶴見線の205系ですが、今後順次置き換えられていく予定となっております。現在中原電車区に青い車体の FVE991系という水素電池の車両が導入されていますが、そちらの導入は2030年代を目指すということですので、まずはまた別の車両何かに置き換えられるのではないかと、思われます。ただいま新芝浦駅に到着しました。鶴見線海芝浦支線には、2駅ありまして、1つ目の駅新芝浦駅に、到着しました。ホームのすぐ後ろは、海ですね。海といっても反対側に石油コンビナートがあるので、運河なんですが、本当に海が近い駅になっています。ちなみに、反対側ですね、この車窓に見えている反対側には、かつて、鶴見線の支線がまた伸びていまして、石油駅というものがありました。現在も一応線路は伸びていて、多分米炭ですね、米軍基地に運ばれる石油ジェット燃料はここで作られて、旧石油駅の跡地から、今も輸送されているのではないかと思います。かつては、日本貨物鉄道の日本貨物いや日本国有鉄道の
石油駅がありましたが、現在は駅としては廃止されています。右側車窓を見ると結構工場の中から、出てくる引き込み線がたくさん見られたりもします。海芝浦支線、ここで右に大きくカーブしまして、石油駅を見ていた側から、今度は、首都高速の湾岸線が、見える方向へと右に大きくカーブしていきます。反対側には扇島ですね。扇島付近の、工場が見えてきます。そして、その奥には、立派な橋が何本もかかっている様子が見えます。はい、ということで海芝浦駅に到着しました。目の前が海です。関東地方で一番海に近い駅ですね。でも海はちょっと汚いです。あれベイブリッジ、あれがちょっと一番詳しい、あっちがベイブリッジ、あっちが、僕がベイブリッジ。初めて来た、観光客しかいない。これって降りたもん、降りないとダメだよ、なんか駅名表が貼ってされてる。火力発電とかあるんだけど。18キッパーいいやろ、18キッパーなんで。西芝公園行きます。この辺いいね。いやー綺麗だな、今日天気いいし、いいなこれ。東芝の紹介です。通り進んだ。鶴見翼町、あ、今のでいいの、なんか、どうやってくる。あー、そっか、それで来ればいい。どこまで続いてるんこれ。先端なんもないし、敷地内映しちゃダメなんでしょ。これ行き止まり。マリータワーあんなとこにあるの。みなとみらいの方がよく見えねえな。57分だっけ、56分、あと10分。しかし海汚いな。ちょっとそう、いやでもマジでいい景色、1時間ぐらいいられる。秋とかいいか、18キッパーです。18キッパーです。乗車整理券もらうのもいいね。あー、そっか。
すいません。1304時。全面行きます。モハに乗ってあれなんだっけ、群馬の大倉線となったあれ、草ぼうぼうの線路を見なきゃ。はい、それではまた道場浦駅を後にして鶴見駅方面へと戻っていきます。道場浦駅を出ると左カーブが続きます。方向を90度変えて新芝浦駅方面へと続いていきます。この海芝浦支線ですが、現在走行している海芝浦駅と新芝浦駅の間は単線の路線となっております。左側に、草むらの中にわずかに線路が見えますが、そちらは使用されておらず、この運河沿いを走る単線の線路のみが使用されている路線となります。山陰地方か。一応河川中は複線分あるようですが、河川はこちら側、今列車が走行しているところにしか河川は張られていないという状況になっております。新芝浦駅が近づくと線路に草がたくさん生えている様子が見られます。この辺り横浜市鶴見区にあるんですが、なんか田舎を走ってるかのような路線ですね。全の駅舎、ここもそうだ、ああ、いや、草がすごい。後ろ方が増設だね。ああ、ほんとだ、向こうが増設だね。ちょっと俺は今めちゃめちゃお腹が痛い。トイレ行きたい。どうしたらもう弁天橋まで我慢します。新芝浦駅を発車します。ここから先は非常に草に覆われた区間ですね。先日山陰地方木月線を乗車してきましたが、木月線並みに草が生えている区間になります。新芝浦から浅野の間は複線電化となっております。この辺りの鶴見線の路線ですが、支線が多くあることで有名だと思います。この海芝浦支線が一番有名な支線ですが、もう少し東側に行くと、ああ、そうだね、大川支線という支線もあります。大川支線は朝7時台、8時台、そして夕方の18時台にしか路休日は運行がないため、到達が難しい駅とされています。ただ歩いていくことであったり、バスで行くことは可能なので、海芝浦駅よりは行きやすいかもしれません。海芝浦駅は電車でしか行けない駅です。走行しているうちに浅野駅に到着いたします。この浅野駅は海芝浦支線側にもホームがあるので、非常に急曲線上にホームが設置されている駅となります。この浅野駅から出たところで鶴見線の本線と合流するということになります。鶴見線ですが、非常に短い路線なんですが、行き先が結構豊富にあるので、そういった点ちょっと楽しめるんじゃないかなと思います。鶴見線の終点は一応扇町というところなんですが、扇町行きだけではなく
途中の浜川崎止まりの列車、さらに手前の武蔵白石止まりの列車などが日中も数多く設定されてますので、いろんな行き先が見られる楽しい路線なのではないかと思います。その他に四川の海しばら雪だったり大川雪なんかも見られますので、非常に短い路線ですが行き先が豊富な路線で楽しめるんじゃないかなと思います。浅野と弁天橋の間左車窓には訓練施設のようなものが見えます。鶴見線ホームドアは設置されてないんですが、この訓練施設にはホームドアが設置されていました。浅野駅から次の弁天橋駅は見えるほど近いので、もう弁天橋駅に到着です。私は腹痛がひどいのでここで降りてちょっとトイレに行こうと思います。南武支線に乗車します。南武支線で使われている車両は205系です。そんなの知ってるわ。なんか面白い南武ラン、かわいい。1000番だよ。これどっから来たやつ、これどこだっけな。南武支線、浜川崎、小田栄、川崎新町、八丁縄って知って。これ横浜市内なの？川崎横浜市内なの？扱い横浜市内までの切符で来られるそうです。うん、面白いね。あ、雲は両方雲入る。両方雲入る。関東ジェットか。なるほど、ね。はい、じゃあ南武支線に乗車しました。乗ってみた印象ですけど、先ほども触れた通り雲波が2両なのでめちゃめちゃ加速がいいです。本当に体が後ろに引っ張られるような形で本当に加速が良くて、本当に関東のジェットカーです。この南武支線ですが、こちらも205系が使用されております。南武線の出定駅から鶴見線の浜川崎駅約4キロを結ぶ路線になっています。途中駅は小田栄、川崎新町、八丁縄手3駅になります。小田栄駅は2016年3月に開業した非常に新しい駅となっております。また八丁縄手駅では京急との乗り換え駅となっております。意外と乗ってくる自分らしい。君の笑顔私